はい、こんにちは、入江君です。大食いドラゴンやっていきましょう。はい、現在小林さんちのメイドラゴンとコラボ中なんですが、本日7月25日より新ガチャが始まっております。新キャラ、これ誰？カンナちゃんだ。カンナガチャが始まっております。何やらカンナちゃんは活性化するのに秘宝が一つだけでいいんだって。ちょっと本当なの？一つなら10連で出るんじゃない？10連は無理？20連、30連ぐらいで出るよね？出ない？ですので、まずカンナちゃん出るまでガチャやっちゃいます。そしてカンナちゃんが強いのか弱いのか皆さん気になる、間違いない。弱かったらいらないもんね。はい、そこら辺の強さも評価していこうと思います。はい、こちらですね、ポータブルコンセント、これをガチャで引けばカンナちゃんを活性化できるということです。はい、それではガチャの方をやっていきましょう。はい、まずは10連目。これはさすがに出ないでしょ？出ない、これは出ないよ。さすがにこれは、はい、出ないんだ。20連目も出ないの？はい、30連、ちょっとやめてよ。はい、40連目。あれ、なんかスキップできない、引っかかってる。これ出たんじゃないの？出た？出てない。50連目、出たね。コンセントじゃない？これ何？虫取り網か。逆の方出ちゃったか。60連目出ない。70連余ってきたよ。80連なんなのこれ。90連出ない。100連。110、また虫取り網だ。2つ目逆の紙引きしてるやん。いつになったら出るのこれ。160連目もうずっと出た、これだよね。はい、160連目にゲット。これ160ハマりすぎでしょ。入江君よりハマった人いる？これいないでしょ。いたらコメントお願いいたしますね。はい、それでは戦闘しながらカンナの特徴を説明していきましょうか。はい、まず特徴的なのはカンナがサンダーボールを1秒に1つ、ほらポンポンポンとこういう感じでサンダーボールをボン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 飛ばして攻撃をします。とりあえずこれがめちゃくちゃ便利なんですよね。弾幕がないところでもこういう感じでね、ボン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 攻撃してくれるんで雑魚処理がかなり楽になります。で、このサンダーボールなんですが、後ろ下側にもね攻撃するの。はい、こういう感じで、これがめちゃくちゃ便利ですね。ですので上に戻ってくるまで待たなくてもね、はい、こういう感じで上から下に向かって攻撃できる。じゃあこのサンダーボールがカンナの軸かというとそうでもありませんよと。実はカンナブレイズがめちゃくちゃ強いんです。ブレイズにダメージボーナスがあったり、ブレイズで攻撃することによってデバフを与えることができます。ですので、まあ、弾幕のないところではブレイズが打てませんのでサンダーボールで攻撃と。そして弾幕のあるところではサンダーボールとブレイズでゴリゴリと敵を削ってめちゃくちゃ強いと思います。はい、そして EX 技なんですが、前方にサンダージュエルというねでっかいボール出します。そしてランダムな敵をどんどん攻撃して最後にドカーンと範囲ダメージを与えます。はい、そしてコラボキャラトールとカンナの比較なんですが、トールはやはりこの炎攻撃がめちゃくちゃ強い。弾幕がなくてもこれずっと火吹いてるんだからかなり便利ですよね。ですので弾幕がないところではね、これやっぱりトールの方が強いと思います。一方カンナは弾幕がなくてもサンダーボールでねポコポコと攻撃することはできるんですが、弾幕があるところではサンダーボールプラスブレイズがかなり強化されますので、トールより強くなると思われます。住み分けということで、できればどちらも1体ずつ欲しいですよね。はい、それではカンナちゃんの外観をねちょっと見ていきましょうか。めちゃくちゃ可愛いやないかこれ。アニメのままですねこれ。はい、こちらはドラゴンとカンナちゃんバージョンね、なかなかいいんじゃないの。はい、これは浴衣バージョンか。夏だからね、外観が結構種類ありますね。はい、それではコラボイベントの特典の方を話していきましょうか。
夏のログインキャンペーンに参加すると、神護の奇跡10と流昇石400と、そしてカンナの EX 技革新秘宝虫取り網がもらえます。はい、カンナを活性化する秘宝はガチャで、獲得する必要があるんですが、なんと EX スキルを活性化する秘宝はメールとイベントだけで獲得可能なんだって。ですので、これは皆さん絶対に獲得してください。はい、他にもいろいろ特典があるんですが、以前の動画でね話しておりますので、もしよろしければそちらもご覧ください。はい、あと広告の画像にちょっとまだよく分かってないキャラがいるんですよね。右からディースでしょ、でトールとカンナちゃん、そして一番左の千代円って読むんですかね、なんか狐の仮面帽子かぶって巫女っぽい格好してるよ、これ誰なの。このキャラもそろそろ実装されるのではないかと思われます。はい、イベント特典は本日25日にダウンロードしてプレイしても全部取ることが可能です。ですので、まだプレイされてない方、まだまだこのコラボイベント間に合いますので、ぜひ概要欄のダウンロードリンクからプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでして、本日25日からカンナちゃんガチャ始まりましたよ。皆さんガチャされる方います？いる？あなたガチャするの？活性化秘宝1個だけなので、早ければね、すぐ手に入ると思います。頑張ってください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。